ウルトラシー、ウルトラシーを出そうか。これ一石何鳥ですか。ウルトラシーでしょ。ウルトラシー、ウルトラシー、羽ばたくウルトラシー、夢じゃない、あれもこれもみたいな。さあ始まりました、漫画愛あふれるコミックシーモアプレゼンツの声優バラエティー、わちゃわちゃチャンネルです。さあ始まりました、今回は私井上まりなと高橋千秋と、そして素敵なゲストさん、この方が来てくださいました。はじめまして、二宮ゆいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女子女子会はい、この番組では私たち声優陣がわちゃわちゃと楽しいトークを交え、電子コミックの楽しさ面白さを深掘り、あなたのおうち時間に寄り添い、素敵な漫画を見つけられるハッピーな時間もお届けでしょう。というわけで今回はなんとですね、クリスマススペシャルということで、我々もきらびやかですね、華やかですね、女子3人でお届けしたいと思います。ということで、メリークリスマス。いや違う、私クリスマス実はじゅんくんの回と今月ね、はい、もうね、もうね、4回何回ぐらいやりすぎもう今週ずっと、今月私クリスマスにモアラでございます。まあでも一番ね、クリスマスに近いのであまあね、本番ってことで、よかったよかった、予告待ってでした。そう、さあもう二宮ゆいちゃんはじめまして。もうはじめまして、私はじめましてなんですよ今回。あ、そうなんです、はじめましてです。井上まりなです、よろしくお願いします。間接的に伺ってね、もうちょっと共演されてるんですね。そうなんです。でここでね、そう、あのゆいちゃんを知らない方のために、ちょっとゆいちゃんの資料が、ね、知りたいあるので皆さんお聞きください聞く、はい、2017年次世代声優ミラクルオーディションにて特別賞を受賞されました。はい、声優業はもちろん、アーティストとしても多くの楽曲を歌唱し、現在は私も出演しております暗殺貴族という作品の、オープニング主題歌も担当されているということですね。すごい、はい、そうなんですよ。そんな二宮ゆいちゃん、もうね、かもう歌、もうオープニングがめちゃくちゃかっこいいって言って、めちゃくちゃ話題になってるんですよ、我々の中でも我々の中で、共演者の中で、共演者の中で、最初ほらオープニングもなんかまだね、あの絵がついてないけど、なんかオープニングも入ってる時あるじゃないですか。うんうん、あります。それ聞いて、いやこれ誰、めちゃくちゃいいよって話してたら、もう今日お会いできて、私も実はそう、収録でね、まあ、最近はあんまりお会いできないことないじゃない、なので一緒に撮れなかったりしてるんだけど、でも今日本当に楽しみにしてたの。いやもうね、2人が会った瞬間、もう千秋さんがファンの顔になってて、そうだよもう私の目的は果たしたから帰っていいみたいなことをおっしゃってて、嬉しすぎる。もう会いたかった会いたかった、そんな恐縮です。でね、なんかさっきちょっと雑談だったんだけどね、あのなんと声優を意識したこう初めてちゃんと見始めたアニメがなんとマリナさん先生ご出演の、そう、進撃の巨人さん。いやだって小学校5年生の時に見てらっしゃるということで。そうだよ、だからね、その時のね、方とまたね、まさか共演できるとは。いやすごい、なんかお二人ともなんですけど、もうなんか私が一方的に知ってますみたいな感じで、なんか私こそオタクな気持ちでここに来てるんで嬉しいです。今おっしゃる、20歳でしょ。20歳になりました。あら20歳で、小5の時に見てたっつうんだから。ちょっとあなた20歳何やってた。20歳でも仕事してました。あ、やっぱりそうじゃん。もうあの大学行きながら仕事はこの業界には入ってましたけれども、あ、そうだよね。いやでももうなんか20歳だって、だから来年が成人式ってことでしょ。そうです、あともう飛び越えたら、飛び越えたら、そうだね、間もなくよ、そんな年ですよ皆さん。あら、ピチピチ。私44歳になったから、もう娘だよ。産んで、産める、娘でいけると思う。娘よ、あら嬉しい。ゆい、今日頑張るのよ。ママママで良いということで、じゃあガールズトークみたいな、ね、ノリをちょっと皆さんに楽しんでいただこうかと思います。はい、楽しいですね、ワクワクです。まあ、一応まあ、ね、後ろ見ていただいたら分かるように、今日はね、一応クリスマスセットの、そうね、このセット、ね、もう12月中全部これでいくのかな。はい、ということでこう豪華なね、はい、お楽しみください。スペシャルをね、皆様も味わっていただけたらなと思っております。今日もね、素敵な漫画をもうどしどしとご紹介してまいりますので、よろしくお願いします。その前にチャンネル登録をしていないそこのあなた、今ポチッと、ぜひポチッとお願いします。もうね、このね、もうほんと20歳の子がいる、こんな回めったにないよ。
まあ、絶対ない、確かに絶対ない、二十歳が来ないから、二十歳が来ないから、ぜひぜひ、ね、本当に皆さんね、チャンネル登録してお楽しみください、はい、そして、そう、今回ご紹介する漫画はこちら、キエ先生による金魚の夜ということで、これマリナさんからストーリーの内容をお願いします。はい、うん、気がつかなければそこそこの幸せでいられたのに。石原あかり29歳は言いたいことはあまり主張できず、真面目な人間なゆえにたくさんのことを我慢して生きてきた。それでも夢見ていた職業に就き、週末は一緒に暮らす恋人坂本真也がいる。それだけでいいと思っていた。しかしある日、街で深夜が浮気しているところを見てしまい、彼女が守っていたそこそこの幸せは崩壊した。仕事と恋愛はどちらが大切なのか、結婚とは何なのか、独身のアラサー女子たちが本気の幸せを探して悩み、嫉妬して涙して、そして笑って、究極の感動物語が今始まる。いや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 、ちょっとこれもうまさしく、なんていうの、もう女性の世界満載の、うん、これ二十歳大丈夫ですか、はい、ゆいちゃんにはまだ分かんないんじゃないかな。ちょっとこれどう、読んでどんな感じでした。いや、なんか大人の世界だなって思いました。そうだよまだ味わったことのない、まだ右も左もこんなこと教えたくなかったそうね、将来こんなことが待っているかもしれないかなってね。そうなのよ、まあでもね、これいろんな世代の女性が出てくるから、うん、ね、そこもちょっと楽しみの一つでございますが、いやでもこれってすごくストーリーがめちゃめちゃ多かったじゃないですか、話数が、うん、お話が、うん、最初の2話読んでめちゃめちゃなんか鬱になりましたよ、うん、私もだ全部読ませていただいた時なんかちょっと考えさせられちゃった。私もう読むと徹夜、私徹夜だから今日徹夜で読んできたのマジで全部読まないと気が済まないんですよ。だから意思量がたくさんあればあるのに、うん、もうずっと、もうなんかなんていうの、まあ内容を理解していただければって言っていただくんだけども、私がっつり元読みだからね私はもう徹夜で読んだんですけども、これはね、まあね、こういう作品もゆいちゃんは、うん、まあなんだろう、こういう世界もあると思ってね、はあ、知っておくのもいいんじゃないかな。まあ、でもとりあえずちょっとこのね、ハラハラがすごかったですけどね。まあそうね、とりあえずちょっとこれ朗読、確かに行ってみよう、とりあえず行ってみよう。では金魚の夜を朗読したいと思います。朗読するのは今回にぴったりクリスマス前の女子会シーンです。それではお聞きください。最近は問題だらけだ、えらいこった。30の何が悪い、結婚ってそれがそんなに重要だと思う、大きなお世話だっつうの。どうしたの。親に無理やりお見合いさせられたそうです。え、さっき彼氏いるのに。そうそう、彼氏いますよ。親はいない方がマシだと思ってる彼氏がね。ご両親に反対されてるんですか。それはそうでしょうね。二宮さん、この子こう見えて箱入り娘なのよ。あ、先輩こんばんは。賑やかな声が聞こえたから私も混ぜてくれる、いいかしら。あ、私の最年長としてのポジションが。はい、もちろんです、どうぞ。さきさんって本当に顔が広いんですね。フリーの頃からの知り合いなのそれよりやっぱりこの年頃の女子たちが集まると自然と話題がそうなるのね。結婚の話に、正直考えるだけで頭が痛くなります。いつも親から一方的に言われて、もうこりごり、家族の集まりも嫌、全部嫌。お母さんとも前までは仲良かったのに、最近は喧嘩ばっかだよ。そもそもおかしいのよ。前は頑張って早く就職しなさいって言ってたくせに、もう仕事はいいから金持ちの男と結婚して子供を産んで家事しなさいだなんて、あまりにも勝手だわ。女なんかどれだけ出世しても無駄。女には結婚が一番大事って言うなら、一体なんで名門大学や大企業に行かせたかったのよ。もっと値が高くつくから。くにゅくにゅ、火に油。マルガリータを一つ。ちょうどそういう時期なのよ。
確かに結婚は長い戦争の第一幕に終止符を打つことができるっていうメリットがあるからね。それじゃあ第二の戦争があるってことですか？あら、もちろんよ。孫の顔が見たい。バーイ義理の両親。でも、付き合っている人がいるのにお見合い結婚させようとするのはやっぱりひどいですよ。それがお金のためならなおさら。愛する人と無理やり別れてまでお金を手に入れても幸せになれるなんて保証はどこにもないじゃないですか。今は21世紀ですよ。共働きすればいいんですよ。まあ、担保や借金やらの状況なら話は別ですけどね。周りにどうこう言われても結局決めるのは自分なのよ。すいません、もう一本追加で。この余裕、自分は結婚したからって。いいよ、どうせ当分プロポーズはないだろうから。付き合ってどのくらいだったっけ？5年。5年間ずっと恋愛だけ、ひたすら年取りながら。まだそんなに焦らなくてもいい年なのに。でも当の本人は恋人がいてもいなくても心配ですよ。あかりんちも親が行ってきたりするの？もちろん。アラサーのくせに何やってるんだってうるさいよ。今日も言われたし。石原さんは彼氏はいないの？あ、いたんですが、ついこの前まで。あらまあ、気になる人もいないのかしら？あれ？ん？私はどんどん恋愛ができなくなってるみたいなんです。正直、男と話すのも嫌になってきました。知り合いの男どもは、クリスマスケーキがどうだのふざけてばっか。ああ。女の年をクリスマスケーキに例えて、25過ぎたら売れなくなるっていうやつね。それです。ほんと、腹立ちますよ。商品に例えて売れるだの売れないだのというのも嫌ですけど、女だけが言われるっていうのがムカつくんですよ。私は独身貴族なのに。クリスマス、ねえ。そういえば、もうすぐ今年も終わりね。ありがとうございました。深い。こっからなのよ。もうこの女子トークだけじゃ多分わかんない、この作品の。そもそもここまでにもちょっといろいろありすぎて。あるのよ。あるよね。いろいろ。なんだろう。でも、なんだろうな。一番、まあ、お母さんの話出てきたけど、うん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 、やっぱさきちゃんのお母さん、あかりちゃんのお母さんって出てきて、うんうん、母親世代 の、 その女性の生き方っていうと、うんうんうん、この子たちの女性の生き方、うんうん、30代、20代後半と30代中盤って、ちょうどなんかね、大きな選択肢がたくさん女性には出てくるんだよね。確かに、うん、いろんな人も出てくるし、いろんな選択肢も出てくるし、どうするの人生、まあ、本当にここからの人生を考える一番のタイミングですよね。そうだね。だからやっぱりそういう、なんていう、そこに対するこう女性の揺らぎみたいなのがこうすごいたくさん込められている作品。もうね、私はでも一つだけ言っていい？はい、先輩。鳥垣くんっていうのが出るかも。あれ、あの黒髪の人ですか？そう、あの、もうあんまり、ね、これ出てこないから、もう読んでほしいの。これね、あの、もう3人目の男ですよね。いや、だから読んでほしい。これ朗読出てこないから言わないんだけど、鳥垣くんが私は推しです。私、そこが出てきてちょっとぐらいまでなんですよ、読んでるのが。ダメだよ。だから、あれ、もしかして徹夜で毒派だから。これね、結構あのこんな話してますけど結構先ですから。あのね、いやでもこれ全部本当に全部読んでほしい。あの、全部読んだらもう本当に、なんだろう、あの一個の、なんていうか、自分の中で、まあ、女性は特にだけど、何かこうすっきりした気持ちになる、納得がいく。そして鳥垣くんだよ。これね、私が鳥垣くんって言ってる意味が、多分読んでもらったら、最後まで読んでもらったら分かると思う。絶対ね、あの女性の皆さん特に必見なので、ぜひ、ね、ゆいちゃんはどう、この大人な女性たちの話を聞いてて、うん、もうなんか
結婚の話とかずっとしてるじゃないですか、うんうん、考えられなすぎて。さすがにまだ周りにはいないよね。いないです。友達とかにも。20歳はねまだね。私はこう仕事してますけど、みんな大学生なんで、うん、そうだよ、今から夢を追うぞって、夢のことを考えてる時期だもんね。なんで結婚かみたいな。あ、まだ全然こう、じゃあ自分の中ではピンとこない。わかんないです。なんか人類結婚できるんだみたいな、うん、感じですけど。あ、でもそうか。なんか、うん、じゃあこの、 あの金魚の夜のさ、うんうん、登場人物の中では、例えばどんな人になっているの、この中で。この中で、ね、うん、ほら、4人の女性出てきたじゃん、うん、ね、うん、いやでも、うん、なんだろう、なっていたいかわからないですけど、うんうん、なってそうだなっていうのは、本当あの井上さんがやってた、さきちゃん、さきちゃんみたいな、うん、なんか結局何やってもできんだよみたいな。ならなそうだけど。でも一番現実的なのはさきちゃんかもね。まあまあなんか、うんうんうん、なんか友達でいそう。うん、うん、ね、一番なんか理想だけど、でも理想は？理想は、うん、でもあの偶然名前が一緒の二宮先輩。二宮先輩ね。あれも。でも二宮先輩も読んでいくと、うん、まああるの。で、この作品あるんだ。ある。で、この作品って、なんだろう、じゃあ、気になるところで終わります。で、次の話数、前に行くじゃない、うん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 、で、どうなるんだろうと思ってるけど、全然違う人の目線から始まったりする。あー、そう、確かに私もびっくりしました、そうでしょ。最初は、主人公だけかなと思ったら、別の友達目線の話があったりとか。そう、だから一方、ここで、それを同時期にみんながいろんな人生を抱えて生きているってことがすごくわかる。いや、まあちょっと読んでください。特に女性は必見ですよ。女性必見よ。はい、はい、というわけで皆様、うん、ぜひね、感想コメント、これを先に読んで、うん、感想コメントを見てみたいと思いますので、うん、ぜひコメント欄に書いてください。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、今朗読した金魚の夜は本日12月19日から12月25日まで1巻から10巻無料フルカラーでございます、うん、特装版1巻から7巻 30% オフで読めますので、もうこの機会にぜひぜひぜひ読んでみてください。めっちゃ教える。すっごいいいです。はい、では、うん、続いてのコーナーへ行きましょう。わちゃわちゃはっきりじろさあ、今回の作品金魚の夜の主人公あかりは仕事と恋愛どちらが大切かに悩む29歳でございます、うん、ということで様々な A、B、2択のお題に対して私とゆいちゃんがはっきりと意見を発表します。はっきり言います。はっきり、はっきり、ズバッと、ね、もうこうですって、うん、A、B のお題に対して。そう、あーそっか、そうちょっと迷いを感じますけど、あんまりそういうタイプじゃない。いやもう、うん、超優柔不断。あーそうなんだ。そうなんだ。ビル決められないタイプ。もう全然決められないタイプ。でもいいんじゃない、なんかどこどこ、どっちでもいいですみたいな。じゃあ頑張ります。今日の気分でいいよ。え、じゃあ今日の気分、今日はこんな気分、うん、大丈夫、まあ、なんかズバッと言うコーナーらしいです。わかります。で、その我々2人の持論を、うん、超人生経験豊富な、うん、千秋パイセン。はい、私パイセンでございます。パイセンからね。はい、どうもパイセンからコンプライアンスギリギリのパイセンです。パイセンでございますから、ねほりはほりズバッと意見を言っていただきたいなという、オッケーオッケー、そういう企画でございます。オッケーオッケー、得意だぜ。パイセンよろしくお願いします。あざっ、お願いします。先輩どんとこい、どんとこい、どんとこい。2021年末、そう、ま、ちなみにね、あの、はいはい、我々2人がディベート的な感じで、いやこう、そうじゃないと思うよ、こうだよ、うん、じゃなくって、うん、我々の個人的な意見をズバッと言うだけですので。なるほどね。はい、はい、了解しました。やってみましょうか。ましょう、うん、それでは早速参りましょう、うん、最初のお題はこちら、はい、じゃん。 A 仕事、 B プライベート、今どっちが大切。じゃあこれ、まあこれはね、だからさっきの金魚の夜的な、うんうん、もうズバリこういうテーマですけどね、はい、じゃあお二人出していただきましょう。じゃあ同時に行こうか。はい、うん、行きましょう。せーの、はい、おー、あ、お、あら、お仕事大好き、お仕事大好き、お二人とも、うん、え、違います、これ私、うん、中間、あ、中間私から見て A だから。そうですよね、千秋さんに見せよう、カメラに見せよう。え、待って待って、これちょっと聞きたいんだけど、マリナちゃんのプライベートって何？どういうこと？何みたいなこと、何っていうか、なんていうか、マリナちゃんとかこう、なんていうの、何でもできるポーカーフェイスで、私の中では本当なんていうのかな、トップランカーというか、スーパーガールなわけよ。なんかこう、だからプライベートってなんだろう、うん、
どういう遊びに行ったりとか。遊びに行ったりドライブとか。あ、運転好きだ。そうですそうです。そうなんだよ。ドライブだからもうなんかできる女がちょっと一人でフラッと温泉にみたいな雰囲気じゃん。いやでもまあフラッと行ったりします本当に。そういうタイプだよね。あ、紅葉見たいからちょっと軽井沢行こうみたいな。日帰りとかで両方を大切にしてるって感じ。そう、もう絶対両方大事、私の意見は。あ、もう絶対に。え、仕事する時もあるじゃん。あります。でも仕事をするためにはプライベート大事なんです。絶対に気晴らしがないといい仕事はできないと思ってるんで、うん、絶対両方必要。なるほど。もちろんなんか犠牲にするものはプライベートが多いと思います。うん、でもそれでもその犠牲にした分でも、例えば、まあ、少ない時間でもこの時間見つけたら、まあ、ちょっと気晴らし遠出して星を見るとか、なんかそれだけでも気晴らしになるし、この時間が大事で、でその時間があるからこそ仕事を頑張れる。だから多分まあ優先するのはもちろん仕事かもしれないけれども、両方ないと人生は輝かない。よっ、うん、という持論です。かっこいい。ただの持論です、ね、さあでも A でね、まあまあまあね、仕事たちだし、今は今頑張んないとねっていうことだよね。いや、そうなんですよ、うんうん、もうね、今二十歳で、うんうん、まだ仕事始めて 2,3 年しか経ってないんですけれども、うんうんうん、ね、だからもう今、うん、今、うん、必死にならなくてどうするんだっていう、その通り今やらなくてどうするんだっていう気持ちでね、うん、ずっといるので、もう今はもうそんなプライベート潰してでも仕事をしたいっていう気持ちで、もうずっとマネージャーさんにも本当に受かりたいんです、本当に仕事がしたいんですって言ってるので、絶対この仕事やりたいんですって。もうやりたいんです、もうこのオーディション受かんなかったら私はダメですみたいな、ちょっとずっと言ってるので。すごい、もうなんか来たね、自分を鼓舞して、そこまで自分を鼓舞して攻め続けて。なるほど。今は仕事を、うんうん、死ぬほど頑張りたい。じゃあ今は休み欲しいって言われてもいらないって、うん、まあもちろんあったら嬉しいというか、もちろん遊びに行くのも好きなんですけど、うん、空いたら遊びに行くけど、うん、でもしょうがないですよね、もし入っちゃったら仕事が、うんうん、もうそしたらもう仕事やらせていただきますって感じで、いつでも待ってます。あ、もうすごい、すごい風が来るね風が来る、風が来るすごい風ですけど、追い風。お仕事ください。いやでもこれ私じゃまとめますと、はい、なんだろう、うん、ウルトラシー選択肢Cなんかね、まずプライベートはどこまでがプライベートか人によるんだな。ウルトラシーを出そうか。あ、お願いします。すごい、やっぱすごい。ウルトラシーはなんと C、選択肢 C。プライベートが仕事のパターン。お、なるほど。つまり、例えば恋愛とかも含めて、恋愛話をする仕事は私ここでしてます。はい、これがウルトラシーの生き方です。確かにプライベートも仕事の一つと。そうです。なんかいるじゃんそういう方。うんうん、それって例えば両方犠牲にしなくても全然いいわけ。うん。犠牲って言葉がないわけだから。いい、だってなんか星を見に行く言ったでしょ、はい、星をじゃあちょっと楽しく見られるにはどうしたらいいかな、天体観測ちょこっと勉強するんだ、うんうん、そうするとラジオ天体観測があって、うん、そうすると天体観測かなんかのアニメの話が来て、どういうかババ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 バってこういろんなところに繋がっていく可能性を秘めて、うん、なのでプライベートを大切にすれば、それが何が誰がどこでどんな出会いがあって誰が見てるかわからないわけです、うんうんうん、なので両方大事にするマリアちゃんの意見で、その行く先、それを何年も続けていると、ね、なんとプライベートが仕事になったりして、うんうんうん、でプライベートのだからプライベートの仲間もと一緒に楽しく仕事できたりして、これ一石何鳥ですか、ウルトラシーでしょ、ウルトラシー、ウルトラ、そして羽ばたくウルトラシーし夢じゃないあれもこれもみたいな。はい、じゃあ次のお題いってみましょう。その通りですね。いやもう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてのお題いきましょうか、うん、どれだろう、これかな、まずは A、お金、うん、B、時間、この問題出てますよね、時間、本当に大切にしないといけないと思っているのは、うん、なるほど、はい、どっちですか、じゃあ2人同時に出してください、はい、せーの、ドンおー、こう、なんかこう割れたな、こうね、ね、待って待って、最初この選択肢なかったよね何これ、大丈夫、え、待って、じゃあマリアちゃんから聞こう、はい、じゃあなぜ時間、時間は有限なんですよ、
はいはいはい、無限なんです。そして誰にでも平等なんですよ、はい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 、でこの時間をいかにどう使うかっていうのが、うん、やっぱりこう人生なわけじゃないですか、まあ、時間があればお金も稼げるからね。そうですね、だから私はどっちかっていうと時間はお金で買う派です。のー、来たね。この時間を短縮できるのであれば、うんうん、そこにお金を費やしていいと思ってる派です、うん、そこをもったいないと思わない。タイムイズマネー。そう、それをこの時間、このお金で買ったこの時間を別のことに有効活用しようっていう派です。なるほど、できる女の意見です。それで、じゃあちょっと20歳漫画ですけど、どういう意図で。いや、あの、時間にしようと思ったんですけど、うんうん、やっぱ時間って有限だし、うん、なんか楽しい時間ってすごいあっという間に過ぎちゃうから、うんうん、なんか時間にしようと思ったんですけど、うん、あの、私の高校の時のすごい大好きな先生がいて、社会科の先生だったんですけど、ちょっと変わってる先生だったんですよ、うんうんうん、実はその先生が突然、まあ、現代社会の授業で、うん、突然授業始まったら、ですね、人生に必要なのはお金なんですよって言い始めて先生なぜかというと、何かあったのかな人生の幸せの 90% はお金で買えるんですよって言い始めて、でそれの説明も結構ちゃんとその現代その社会的な、うん、その社会科の先生としてのこう見解をこう授業してくれて、うんうん、あ確かにみたいな。それでなんか残りの 10% をそういう愛とかいうもので埋めるんじゃないですかみたいな感じで、いい感じに締めてくれて、先生そんなの授業でお話ししてくれるんだね。なんか人生とはみたいな生き方で、それにすごい感銘を受けて、うんうん、お金ってやっぱり、まあ、それこそそのお金、時間をお金で買えちゃったりとか。そうね、お金ないと買えないからね、さっき言ってた私の。そうね、うん、結構家が遠くて、うんうん、その分ね、お金がたくさんあればタクシー代使っちゃえば、うん、めっちゃ時間あるとか、うんうん、あるんで半分まあね、じゃあ私見解言わせてたって、やっぱそうね。でも20歳さすがの意見だね。あ、うん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 、まあ両方これまあね、まあ、まりちゃんも両方と思うけど、でもあの本当に両方均等に大事だと思う。どっちかが勝るとどっち 何かが心の中でちょっとなんていうのかな、腐るってわけじゃないけど、うん、割とその光と影じゃないけどね、陰陽の法則って言って、要は光が大きければそれだけ影も同じ、同じ風に大きくなるでしょ、うんうん、それと同じなんだな、うんうん、だからお金だけあってもなんていうかちょっと難しい、時間の使い方がねちょっと違ければ、うんうんうん、この人は腐っていくし、うんうん、あの時間さえね無限大にあったとしたって何もできなかったら何もならないよね、うん、やっぱりお金があっても使う時間も必要ですから。そうだから引用の法則でやっぱり両方同じだけ大事だから、両方あまり勝りすぎない方がいいね。なるほど、はい、うわ両方大事ってことですね、はい、両方で両方膨らましていこう、はい、というわけでもうね、もうあと2個あったけどできなかったね。あと2個やりたかった、最後考えてたのにめちゃめちゃ。わかりました。というわけでお時間でございますね、はい、やっぱりね、うん、なんか一つのことをねこうズバッと決めるのはなかなか難しいですけど、うん、皆さんはどうお考えでしょうか、コメント欄に書いてください、うん、以上はっきり持論でした。いや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 、というわけで今日はねもう早いものでもうエンディングでございます。どうだった、初めてちょっとよくわかんない先輩に、よくわかんない、そもそも急に呼ばれてなんだこれって思ったよね。急に呼ばれてよく先輩に挟まれてね。いやいやでも、うん、そう、私がまだその新参者的な感じなんで、いやいやいや年齢的にも大丈夫かなって思ったんですけど、うんうん、私の心的にあんま大丈夫じゃなくて、大丈夫じゃなくてすごいざわつきながらやってました、うんうんうん、でも楽しかった、よかった、よかったです。本当にだっていろいろ慣れないこともあるだろうし、あ、でも、ね、いい意味のざわつき、よかった。いい、なんか我々いい緊張感で。よかった。でもこういう現場もあるっていうのをね。そう、これが社会だよっていう。休憩中にこれが社会だよ。そう、これが。これが大人だよ、大人の社会だよって。そう、なのでね。急にめちゃぶりされることもあるよっていう。これね、水曜日とかね、か次の回も付き合っていただくんで、皆さんぜひお楽しみに。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここでお知らせです。コミックシーモアオリジナル BL レーベルピカスの書き下ろし作品を人気声優が朗読するライブ配信イベント、ピカスパーティーの第3弾、ピカスパーティーサードの開催が決定いたしました。今回のイベント出演者は小野ゆうきさん、
白井雄介さん、佐藤拓也さん、立花慎之介さん、葉山翔太さんの5名でお送りいたします。はい、イベント配信は2022年2月20日日曜日、応募締め切りは12月26日までとなっております。新聞会員様限定の無料イベントですので、ぜひこの機会に会員登録して参加してくださいね。詳しい応募方法は概要欄の特設ページをチェック。そしてそしてピカパサード開催を記念して11月30日火曜日にニコニコチャンネルもっとわちゃわチャンネルでピカパサード開催記念特別番組を配信いたしました。ピカパサードの見どころだったり生朗読だったり盛りだくさんの内容でお届けしております。うん、こちらの出演者は小野由紀さん、高橋直澄さん、葉山翔太さんの3名でございます。うん、現在タイムシフト配信中ということですので、皆様ぜひご覧になってください。以上お知らせでした。はい、うん、いやね、視聴者の皆さんは今回の漫画どんなところにグッときたんでしょうか、ね、はい、ぜひコメント欄にこの感想をね書いてください。あと私たち3人のトークどうだったかね、はい、そんな感想も皆さんぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。その前にぜひチャンネル登録をお願いお願いしますいたしますね。こんな20歳の子が出てんだからもう来てよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回のお楽しみに。じゃあね、バイバイ。メリークリスマス。メリークリスマス。